じゃーん、救急救傷です。松井さんとモンシロチョウ。この作品は本当にこの何千点の中から胸キュンでした。この水色とこのグリーンのバランスのハーモニーと、このモンシロチョウのタッチング、エッジを立ててないところがまたタッチの良さが出てて、なんかこう蝶々が飛んでいく、消えていく、素敵なところに飛んでいくみたいなのも良くて、この感じのバランスが色をこのトーンで描いている中にグラデーションとかで幅もすごくあって、すごくこの作品は惚れましたね。切ない感じもありながら、こう遠くな感じと漂う空気感みたいなのもすごく良くて、僕は今回賞に選びました。おめでとうございます。